兵庫県立人と自然の博物館は、人と自然の共生をテーマとし、兵庫県三田市にある自然主計博物館で、兵庫県三田市のフラワータウンに1992年10月10日に開館した。愛称は、人博。施設は4階建て、延べ床面積18,951平方メートル。国内の公立博物館としては、最大級である。 博物館の研究員の多くは、兵庫県立大学自然、環境科学研究所の教員を兼務し、研究活動をベースに、資料の収集や展示、セミナーなどの生涯学習や、シンク体育活動に努めている。また、2006年8月7日に、兵庫県丹橋山南町の篠山川川戸この、篠山総軍下武装で発見された、国内最大級の恐竜で、 装飾のキタノサウルス類と見られる化石の調査、発掘にも兵庫県立人と自然の博物館の研究員などが関わっている。常設展示は以下のように分かれている。施設内の恐竜化石展示などの骨格模型の撮影自体は禁止していませんが、メディアへの掲載とインターネットのページでの掲載については事前の申し出が必要。 無許可の掲載はご遠慮いただきたいと兵庫県立人と自然の博物館情報管理課より回答を得ていますので施設内の個人で撮影した無許可の掲載は控えてください。詳しくはノート兵庫県立人と自然の博物館を参照。正面玄関神戸電鉄公園都市線フラワータウン駅下車すぐ新規バスフラワータウンセンター下車すぐ中国自動車道 六甲北有料道路神戸三田インターチェンジより10分。ありがとうございます。